武井俊介君、はい、武井君、ありがとうございます。自民党の武井俊介です。早速ですけれども、時間も限られておりますので質問いたします。選択的夫婦別氏についてご質問させていただきます。まあ、今ですね、党内でさまざま議論があります。実は今朝もですね、まあ、今もうまさにやってるんですが、党のプロジェクトチーム稲田筆頭もご質問されまして、私もいうことを言って今ここに来たんですけれども、先日ですね、この問題井出先生また宮崎先生も質問されましたけれども、まあ、私も呼びかけ人の一人なんですが、推進をする議連を開催をしまして、先日ですね67人、出席をして約100人の入会ということでいただきました。これ率直に言って半年ぐらい前までですね、もう勉強会すると言っても非常にこうなんかこう水面下でなんかこう隠れキリシタンのようにこうやっとったわけですけども、急速にですね、ぜひ若党の中も状況が変わっているということはぜひご理解いただきたいなと思います。先日3月29日の日経のアンケートでもですね、賛成が 66%、 反対が 26%、 特に39歳以下は 84% が賛成と、まあ、圧倒的な流れがあるなというふうに感じているわけであります。まあ、そういった中で、懸念される方が最も強く主張されるのは、やはり日本の歴史や伝統が壊れるという声なんですが、まあ、しかし私は大学で史学科で中世史をやっておりました。まあ、フロイスの日本史なんていうのはあるんですが、まあ、あの時のですね、男女の関係なんてもかなり自由でですね、まあ、本当に時代によって切り方によってまあ、さまざまに変遷してきたんだなというふうに思うんですが、今日国立国会図書館に来ていただいておりますが、まあ、この夫婦同氏同姓というものがですね、日本の歴史の中でいつから始まったものなのか、ご教授いただきたいと思います。国立国会図書館千原調査員。お答えいたします。我が国では明治3年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後明治8年に出された太政官布告により名字の使用が義務化されております。夫婦の氏につきましては、明治9年に出された太政官司令では、妻の氏は諸姓の氏、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後明治31年に施行された民法において、戸主および家族はその家の氏を称すると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。以上でございます。武井俊介君。まあ、つまりですね、まあ、そもそも江戸時代は、まあ、大部分の庶民には名字はなくて、明治新政府は最初は別氏をですね規定をしようとしたというのはですね、まあ、その後同氏に規定をしたということですから、まあ、ことことさようにですね変遷をしてきて、歴史的にもですね、まあ、まさにそういった時代もあったということを我々よく理解をしておかない、まさに切り口をどう切るかの話だと、これは、思っております。まあ、そういった中でですね、加えましてその慎重派の方で戸籍が破壊をされると、実は今日朝党の PT でもこれはないということは主張してきたんですが、この戸籍制度を廃止しようというようなことは、少なくとも党内では全く議論ないわけでありまして、ここでまず技術的にお伺いをしておきますが、選択的夫婦別氏と戸籍制度の両立ということは可能であるということを改めて確認をしたいと思います。小出民事局長。お答えいたします。戸籍は日本国民の親族的身分関係を、登録交渉する唯一の公募でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成8年1月30日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案のもとにおける別氏夫婦に関する戸籍の取り扱いにつきまして、一の夫婦およびその双方、または一方と氏を同じくする子ごとに編成するものとされまして、別氏夫婦およびその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。従いまして、このような民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、平成8年および平成22年に法案の提出を検討したときと同様に、この民事行政審議会の答申に沿った戸籍法の改正を検討することになるものと理解しております。武井俊介君。まあ、すなわちですね、可能か不可能かといえば、十分可能だということがですね、今まさに、まあ、そういう検討を現にしてきたということですから、ここはですね、よく共通認識の上で進めていかなければいけないことだというふうに思っております。で、なぜですね、私がこの問題に取り組んでいるのか、思いを持っているのかということはですね、それはこの家族の絆が壊れるという主張に、僕は私は非常に強い違和感を持っています。
人はですね、誰でもですね、一人一人自分や家族の幸せを願ってですね、みんな一生懸命生きているわけであります。人や家族の形、幸せの形っていうのは多様であってですね、それをこう政治が何たるかみたいなことというのは、私はね、非常にこう不遜の極みだというふうに思っています。大臣にお伺いをします。これ人それぞれがですね、みんな幸せ目指して歩んでいくわけです。もちろん DV とかそういうものは認められませんよ。もちろん認められませんから、憲法でいうところの公共の福祉に反しない範囲でですね、やはりそういったようなことはそれぞれの幸せを、ね、家族が願っていくということをですね、最大限認め、まあ、阻害をしないというのはですね、私は政治や行政のあるべき形だと信じておりますが、この昨今の議論、また国民意識の変化も含めまして、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。上川法務大臣。ご質問でございますが、まあ、家族の在り方に関しましては、国民一人一人にとりまして、その生き方と、まあ、深く関わる事柄であるということでございます。まあ、今、委員が委員のお考えということでおっしゃったところでございますが、それぞれの家族観というか、生き方そのものに関わる選択をしながら生きていくということであるというふうに思っております。家族に対しての思いもまた人によって違うということでございます。その意味でまあ、どのような家族観を有しているということにもかかわらずですね、家族というものに対して持っていること、またにつきまして、まあ、かけがえのない存在であるという、その家族の在り方というものは一人一人に、まあ、寄っているというふうに思っておりますので、まあ、それを尊重することができるような社会というのが極めて大事ではないかというふうに思っております。まあ、しかし夫婦の氏の問題は法律上も規定をされているところでございまして、今まさにそれぞれが有する家族観とか、まあ、国民感情、こういったことにも影響を及ぼしうるものであるというふうに考えておりまして、まあ、その意味で、まあ、家族の在り方に関わる問題ということで申し上げてきたところであります。国民的な議論を踏まえまして、まあ、意見の集約を図っていくということが望ましいというふうに考えておりまして、まあ、国会におきましてもこうした議論が充実したものになるように、また補正審議会での検討の経過、また今委員からご質問があった歴史的な経緯、こういったことも、まあ、広く深く議論をしながら進めていくことが大事だと思いまして、まあ、法務省といたしましても、そうした質問に対しまして、しっかりと情報提供ができるようにしてまいりたいと、そしてできる限りの協力をしてまいりたいというふうに思っております。また、これに関しましては、環境整備という形で広報啓発活動をしておりまして、まあ、こういったことにつきましても、分かりやすくご理解をいただくことができるようにしてまいりたいというふうに改めて申し上げたいと思います。武井俊介君。ありがとうございます。まあ、ぜひですね、もう大臣のご見識、まあ、十分存じておりますので、まあ、積極的なまた、取り組みをぜひ、まあ、お願いを心からしたいというふうに思っております。続きまして、この多様性というところでですね、引き続きなんですが、先日の日曜日のですね、 NHK のサンデースポーツでですね、日本人の黒人のハーフであるですね、サッカー代表の鈴木武蔵さんとタレントの添島淳さんの対談というのがありました。ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますが、まあ、非常に衝撃を受けました。まあ、その中で鈴木さんがですね、学校で黒くて黒板だと思ったとか、日本代表になって以降もあんなに見た目で日本代表なんです、さまざまな話を受けたということがお話をされました。まあ、そういったようなもの、まあ、じゃあ私自身も顧みてもですね、やはりじゃあハーフの方いらっしゃいましたけれども、決して偉そうなことを言えたわけではないんですけれども、やはりこの国はですね、まだまだこういった多様性への対応力というものが脆弱なんだなと、まあ、いうことを改めて感じるわけであります。そこでですね、先日ですね、ニューヨーク在住の、ジャーナリスト、シリー・ミグミさんという私、友人いるんですが、お話をしたんですが、アメリカでですね、まあ、このもうこういった人種の問題というのは非常に政治課題ですけれども、まあ、その中でですね、ちょっと資料にお配りをしておりますが、この大坂なおみさんの CM がホワイトウォッシュではないかということが非常に問題になりました。いわゆるこれは日本を代表する食品メーカーが、アニメでですね、大坂さんを起用したわけですが、まあ、いわゆる美白に描かれていて、まあ、非常に問題になって CM が打ち切られたということであります。まあ、これ問題2つあると思っておりまして、まあ、1つはこれ突発的な発言ではなくて CM、まあ、しかも大企業の全国版ですから、コンプライアンスやネガティブチェックちょうどしたはずにもかかわらずこれが放送に至ったこと、そしてまたですね、まあ、日本でいろいろ聞きますと、これがなぜ問題なのかということを意外とやっぱり理解できない方が結構いらっしゃるということです。
まあ、国際化というのは英語ができることも重要ですけれども、まあ、こういったような問題に国際感覚を持つということが、極めて大事だというふうに考えます。今日は文科省に来ていただいておりますが、この問題をどういうふうに捉えて教育現場でどのように教育、伝えていくことをしているのか見解をお伺いします。文部科学省高口大臣官房審議官。お答えいたします。社会や経済のグローバル化が進展する中で、国際的な視野を寛容し、異文化理解を促進するため、議員ご指摘のように学校教育におきまして、文化や異なる文化を持つ人々を許容し、共生することのできる態度能力を育むことは非常に重要であると認識いたしてございます。このため、小中高等学校の学習指導要領では、教育の方に規定する教育の目標であります他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを達成するため、各教科等におきましてもこれを踏まえた内容が取り扱われているところでございます。例えば小学校の社会科におきましては、第6学年で学習の問題を追求解決する活動を通して、外国の人々の生活の様子などに着目して、日本の文化や習慣との違いを捉え、国際交流の果たす役割を考え、表現することについて指導することとされてございます。このように各学校におきましては、現在学習指導に基づきまして、社会科、外国語科、道徳科、総合学的な学習の時間等におきまして、国際理解や異文化理解に関する内容の教育に取り組まれておりまして、文部科学省におきましても今後とも学校教育における国際的視野の寛容と異文化理解の促進に努めてまいりたいと考えてございます。武井俊介君。何が問題なのかということが、本質が分かるということがこれに大事ですから、そういった形で、お願いをしたいと思います。続きまして、過日予算委員会の分科会でもこれは質問しましたが、ヘイトスピーチの関係ですけれども、実は美容関係の大手企業がですね、そのホームページにおいてですね、他社が韓国にゆかりのあるタレントを使っており、その企業はネットではチョントリーと呼ばれていると。我が社はタレント、起用タレントを含め、すべて純粋な日本企業ですなどというふうに述べておるわけですけれども、それ去年から掲載されてましてですね、今もトップページからリンクされるところにですね、ずっと今日も朝も見ましたがあるわけですけれども、この件についてですね、先の分科会で菊池人権擁護局長からですね、ビジネスと人権に関する行動計画を関係府省連絡会議において策定され、企業活動においても人権尊重が促されていると、そういったようなことについて法務省も努力をしているというふうにおっしゃるわけなんですけれども、現実このような課題があって、いまだもって何ヶ月経ってもこういったものが解消されていないということを考えますと、やはりこれは法務省だけではなかなか限界があるんだろうなというふうに思うんですが、そこで経産省、中小企業庁などですね、実際に企業とより接点のあるところでですね、取り組みをしていく必要があるというふうに思いますが、見解を求めたいと思います。経済産業省黒田通商政策局通商機構部長。お答えを申し上げます。政府内におきましては、今委員ご指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた人権啓発活動は、人権擁護当局である法務省が対処する一方で、ビジネスと人権に関する行動計画については、外務省が取りまとめているところでございます。経済産業省といたしましては、国内外を含めた日本企業の事業活動に関連する問題につきまして、関係省庁と連携をしながら対応しているところでございます。日本企業は、OECD の その多国籍企業行動指針、あるいはこれに基づく責任ある企業行動のためのデューデリジェンスガイダンス、日本政府が策定をしたビジネスと人権に関する行動計画などを踏まえて、人権を含めたコンプライアンスへの配慮に取り組まれているというふうに認識をしております。経済産業省といたしましては、こうした指針やガイダンスなどの普及啓発に、これまでも取り組んできておりますけれども、引き続き関係省庁と連携をして、こうした取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。武井俊介君。より一層の連携をお願いしたいと思います。最後にいたしますが、美しいとかね、美しい日本ということは、やっぱり非常に人をこう酔わせるところがこうありまして、確かに日本は山地水明、とても美しい国であります。私のふるさと、宮崎も古来、日向の国と
まあ、非常に日のさんさんと降り注ぐ、まあ、素晴らしいところであるわけですが、まあ、しかしその国を美しく思うこととですね、決してこの他の民族やですね、人の羊をけなしたりしてですね、まあ、そういうものは相対的にですね、生み出すものでは私は決してないというふうに思っております。まあ、今日は鈴木選手や大坂選手のことも含めてですね、質問してまいりましたが、もう一度ですね、まあ、こうしたヘッド企業のあり方も非常に残念ですが、改めてですね、この多様性、包摂性豊かなですね、社会づくりに向けての大臣の決意を最後にお伺いして終わりにしたいと思います。上川法務大臣。ヘイトスピーチにつきましては、まあ、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を、まあ、生じさせることになりかねず、まあ、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指す上で、まあ、決してあってはならないことというふうに思っております。まあ、ヘイトスピーチをなくすために、この社会全体の人権意識、これを高めていくこと、そしてそうした行動が絶対許されるものではないという意識、これが、まあ、広く深く社会に浸透していくということが極めて重要であるというふうに考えておりますが、その中でも企業の存在は、このまさに多様性と包摂性のある社会を実現するための重要なステークホルダーの一つでございます。企業にはむしろ率先して、ヘイトスピーチを含めまして、このあらゆる差別、また偏見をなくして人権に配慮した行動を取るということについて、まあ、ガイドラインをしっかりと決めていただきながらということでありますが、まず考えてしっかりと行動していただくというのを、それぞれの企業一つずつが、また私たち一人一人が考えて深く行動していくということが大事ではないかというふうに思っております。法務省といたしましても、この企業を含めまして、ヘッドスピーチの解消のために、全力で啓蒙啓発活動も含めまして、取り組んでまいりたいと思っております。以上、武井俊介君。はい、ありがとうございました。終わります。一言申し上げます。各会派で自治の下で出席調整しておりますけど、離席が目立ちますので、特に自民党会派、声掛けをして代理出席等も含めて、しっかりと定速数を満たすように努力をお願いいたします。続きまして串田政治